今日もあなたと役所天国、本日は5月の22、水曜日合ってます？昨日出荷日だったからそうだよね。はい、ということでね、今日が5月のね、もうちょっとで終わりですからね。はい、もうかぼちゃ後半戦のやつ今日巻いて、今日500株、ここ全部ね、今日ちょっと草多いですけど取って、ここが全部ねかぼちゃで埋まりますね。今日500株巻いてこうやって並べてね、この辺がほっとけ、栗かぼちゃね、秋っつっても、まあ8月ぐらいを狙った栗かぼちゃですね。ほっとけ、栗板、あの辺が最後のズッキーニかな。はい、てな感じで、これがまだもうちょっとね、バジル巻いたところですね。はい、でこれがちょっと斜めってる、よくらせまだ当分出てきませんが、ナスね、あ、ちょこちょこ出てきてますね。はい、まあもうちょっと置きっぱなしもしましょう。丸ナスね、最後の秋に取りたい丸ナスね。よいしょ、ちょっと草生えてきちゃってね、これ後できれいにします。もうちょっとですね。はい、今日キュウリ植えちゃいましょうか。今日キュウリ2番手ね。2番手植えたらすかさずね、3番手の種まきをして。はい。これなんだ。これがミニかぼちゃか。今日これも植えちゃいますかね。頑張ってね。はい、どんどんね、こうやってかぼちゃ、キュウリなどね。ああ、あと飛ばされちゃってるけど。昨日風が強かったからね。この辺が、ナスね。ピーマン、バナナピーマンとかその辺ね、昨日風が強かったから飛ばさせて、結構虫に壊れちゃいましたけどまあなんとか大丈夫でしょうとよっこらせと。はい、まだこんだけいっぱいね、ナースピーマン植えんといかんかな、結構何株あるの、結構あるよね。はい、こんな感じで、昨日暑かったからちょっと大きくなりましたね。そろそろまあこの辺のね、こうやってあの、なんていうんですか、私が作ってるこのね、ナースのこの大きさ、この大きさだとね、もうあのこっから今植えてもいいし、こっからあの花が咲くまでね、あの待てるわけですよね。このポットの大きさだとね、見てもらって分かると思うんですけど、この大きさね、手のひらのこの大きさで見てもらったら、この大きさのポットを使うとメリットはね、今日が5月の20日ですけど、1ヶ月待てるわけですよね。例えば普通にホームセンターで売ってるこれね、これなんだっけ、ししとうかなんかだと思うけど、この大きさだとね、ある程度大きくなってきたらね、もう植えてあげないといけないんですけど、だから先にこういうちっちゃいやつから植えていくわけですけどね、こうやってあの、まあこっからはそんなに忙しくない時期ですけど、タイミング、自分のタイミングを見てね、これだと待てるわけですよね。あのこの大きさだとね、ポットね、これバナナピーマンって書いてあるね。まだそんなに大きくなってないけど、あの全然今植えてもいいし、今植えたらただあの支柱はせんといかんですけど、この辺ですよね。あの僕はあのこうやってね、例えば今週末関東に行かなきゃいけないでしょ。なのであのはもう植えなきゃいけないとかになったらね、バタバタしますけど、あのこのデカさのポットだったらね、こっから1ヶ月ね、6月の終わりぐらいまで十分ここで育ててもいいわけですし、ハウスですからね、こうやって寒い時期であれば再度下ろして中を暖かくして、ハウスの中で育ててでかくしてから路地にデビューさせてもいいし、その辺は自分のこうタイミングというかね、都合でやれるわけですよね。なのでまあ僕はこれをよく使うわけですけど、ただ土の量が多かったりね、ちょっとめんどくさく、やるときにめんどくさいですけど、ほかったらしでね、あの十分大きくなるので、僕はこのやり方をやってるわけですけど、まあそれぞれね、皆さんやりいいようにやってください。家庭菜園でこのサイズはね、多分ちょっと厳しいとは思います。ただ皆さんどうですか、家庭菜園の人だって5株10株でしょ。だったらこれポットね、買ってきて10株なんて言ったってこれは100円ぐらいですから、土の量は多くなりますけど、その分ねベランダとかでこうやって育てればいいんですよ。こうやってでかくした方がね、あの
初期にでかくした方がいいですから、ちっちゃいやつで植えてね、枯れさせることあるでしょ。まあその辺はいいようにやってください。それぞれね、ちっちゃめに早く植えちゃって畑で大きくするっていうのも手だと思いますしね、楽は楽ですから。これ今からだってこれ植えなきゃいけない、結構手間ですよこれね。だからまあ6月ぐらいにね、6月に入ったら多少暇になるというかね、時間ができるわけですから、今はまだね、最後のこうやって今日こう植えたりね、かぼちゃ今日500株まかなきゃいけないんですよ。500株というと何トレーですかって話になるでしょ今日はだからもう午前中ずっとひたすら種まきです今からね。まあしょうがないんですけど、ここ全部こうやってダーンとかぼちゃ埋まるわけですよね。まあこうやって苗作って植えるだけのことなんでね、かぼちゃなんか植えて終わりですから、防草シート貼ってね、どうってことないですけど、まあそのね、かぼちゃが来年の2月3月になったらバカバカ売れるわけでね。まあ正直言ってそのよく雪の金釜で言われることですけど、かぼちゃってこれ野菜なの、これは栽培と言えるのみたいなね。あ、これ開けとかなきゃいけない苗を植えるだけっていうね栽培でも何でもないですよね。だからかぼちゃね、まあ剪定したりね、選挙の人は一株に実をつけるのは何株までとか決めていらっしゃるからあれなんですけど、僕はそういうことは一切しませんのでねまあ体力があればね、かぼちゃを作るのが一番楽なのかなと思うんですけどね。直売所とかでもかぼちゃだったら売れるし、僕らにとってはほらオーガニック栽培なので、例えばよく言われることが、まあ、葉物なんか出したところでやっぱり葉っぱに小さい穴とか開いてるわけでしょ僕らの場合。なのでね、文句言われたりするわけですよ。あー、これ落ちてきちゃった。なのでね、オーガニック栽培の場合はね、できるだけこう見栄えがいいものっていうかね、そんなに観光栽培で変わらないものをね作らなきゃいけないんで、まずは混ぜなきゃいけないのか。よいしょ、お茶ね。これ500株ね、雪化粧ね、これでいくらなんですかこれで2万か3万ぐらいですよね、雪化粧ね。毎年これ作ってますけど、雪化粧の新しい雪化粧 EX ってやつは何が違うの多少値段が違うからとか思いましたけど、別に雪化粧でいいんじゃねとか思うんですけど、雪化粧より早くできるっていう意味での EX 作ってる人教えてください。昨日動画で僕が畑に木を入れちゃいけないっていうコメントで、よかったです。俺だけじゃなくてね、まあ正直園芸というか農業の常識を完全に逸脱してるわけじゃないですかだからって普通まあね、俺たちはまあプロなんでね、そういうことはあんまりね、素人さんたちが何やろうがまあいいわけですけど、好きにやればいいわけですけど、あまりにもねちょっと常識を逸脱してるとって思うことあるわけじゃないですか。で俺そう思ってんのはまさかして俺だけじゃないよなって思いながらね、ああいうこうね、皆さんもって思うわけじゃないですかいいんですかねって本当に思うんだけど、まあいいけどね、そりゃあまりねその人様にやってることなのでねいいわけですけど、でもそこにさ騙される人がいるわけだよね。それがやっぱりね良くない。で世の中には、私もね30年この業界にいるので、騙されちゃう人って結構多いわけですよね。で僕は例えばYouTube 見ててさ、例えば不動産関係とか、例えば僕なんか全然わかんないんですよね。で例えば私身近に不動産のプロの人が一人いらっしゃるですよ。お名前挙げていいのか分かりませんけど、さや畑さんっていうね、僕のあれ、方は本当にプロ中のプロなので、何か不動産関係で分からないことがあれば彼にね、その方に聞けばいいわけですよね。例えば一時流行りましたけど、不動産関係のそのワンルーム投資、ワンルーム
ワンルーム投資っていうのがなんかあるらしいですね。あの不動産のそのワンルームを買ってそれを賃貸に出してみたいな。でもそれがそのしっかりとした詐欺のスキーム、あの詐欺のその仕組みが出来上がってる代物なんだと。だからそれにね騙されてしまう人が一定数いるっていうようなね、 YouTube で探してみてください。そういうことをはっきりやっぱり不動産のプロの方々が見れば、あこれはもうちょっとっていう。 でもそのね、まあよくわかりませんけど、そういうこうものがあるわけですよね。ちゃんとしたそれをちゃんとした会社がそういうふうにこう、まあそういうことをやっているわけでしてね。で結局それをねちゃんと計算してやればこれは儲からないということがわかるわけだけど、騙される人、しかもね大きい会社で一部上場の人たちがお金持ってる人しかね、そういう不動産をあのあれで副業としてやってみようという人はいないわけですから。で結構なちゃんとした人たちがお医者さんとかね、つまりそういう人たちをアッパークラスを騙すそういう不動産詐欺みたいなものがこうあるとね、 YouTube 見たらそういうのがあるんですね。で僕なんか全然わかんないから、そういうの見て、へえそうなんだって、あの利回りが何パーセント、 7% 以下っていうのは全然ダメなんだとかね、へえそうなんだって思うじゃないですか。知りませんよそれが正しいのかどうか、それも含めて何年もやっぱり勉強しないとわからないわけでしょ。知りませんけどね。僕なんかはだからね、不動産投資を今からすることもないし、今までしたこともないし、わからないから見てそれをエンターテインメントとして楽しむというか勉強させてもらうわけですよね。でそういう意味ではね、でそういうことを、いやこれは詐欺なんですよっていうことをねはっきりおっしゃってるその良心的な方も何人もいらっしゃるわけじゃないですか。そしてその業界の常識とかを勉強できるわけでしょ。いいですよね YouTube ってね。そういう意味ではすごく YouTube は勉強になるですよ。翻ってね、例えば不動産投資、今言ったようにワンルーム投資っていうのはこうでこうでこういう風になってるんですよっていうことを教えてくださるわけです。なるほどって俺なんか思うわけでしょ。すごく勉強になるし非常に有益ですよね。知らなかった世界を教えていただく。はい、そこで同業ですよ皆さんね。全くじゃあ不動産をやってる人がねこうやって空いてる農地でね、野菜を作ってみようって言った時に、はい皆さん自然農をやってしまうんですよね。やってもらってもいいと思いますよ。でも自然農でね、1週間に1日2週間に1日しか時間が取れないのにできるわけないじゃないですか。で そんなのは俺たちね、私はまあ専業農家ですけど、家庭菜園を3年4年やった人ですらそんなの誰だって分かることでしょね。え実際5メートルにね、5メートル×5メートル25平米を自然農で1年間管理するってどれだけ大変なんですか。多分俺が今やったって難しいですよそれこそ毎日草マルチやらなきゃいけないでしょでしょ、そういうことになるですよね。それが広まっているっていうことに僕は非常に恥ずかしいと思いますよねって。でしかもそれでやってさやばたけさんのようにあんなに優秀な方がですよ、一流のビジネスマンとしてねきっちりとした方がね、いろんなさて YouTube を見て自然のやってしまってもうね大変だって、で僕と会ったからねこうやって今は楽しくねおやりになることができてるわけだけど、だから本当にねこうひどいよなって本当に思うんですけど、でそういうことで結局家庭菜園できなくなるわけじゃないですか。皆さん時間がなくてね、で何なんだって話になるわけでね。だからただ私は本当にそうやって正確な常識、農業の常識を普通に伝えているだけなんですよね。そんなことをね、専業農家のみならずね、畑に木や枝を入れてはいけないなんてことはね、家庭菜園の 2,3 年目の人ですら簡単に分かることなんですよね。それが広まっていってるなんて全くもってあってはならないことじゃないですか。まあ本当にね許されないなと俺は思ってるんですけど、まあそんなこと言ってもしょうがないですよね。これでどん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 作っていけばいいのか、あいいのか別になまあまあそういうことでございます。おいて、
よいしょ。今日はね、あれをね、500作らなきゃいけないんでね、ちょっと忙しいんですけど、まあいいんですけどね、別にそれも含めて自己責任ですからね。不動産投資をしてね、失敗しましたっつって誰もね、人のせいにはしないでしょね。で、それがその業界の常識です。しかも合法であるとね。ちゃんとしたそういう大きい会社がそんなひどいことするわけないじゃんって、みんな皆さん思うかもしれないけど、そうなんですってことをはっきりとおっしゃってるわけですよね。だからそういう世界においては知らないということはそういうことなんですよねって。まあ本当にひどいもんですよね。あ、これ蚊取り線香持ってこないとダメだな。今日はちょっと気温が上がんないね。まあ本当にね、皆さんも気をつけてくださいね。不動産投資に関しては私は何も分かりませんし、大事なね、その老後の資金だとかをね、何千万とか何億とかつぎ込んじゃって騙されちゃってる人ってのはどうやらいらっしゃるみたいで、まあ農家さんの中でもね、昔よく田んぼとか畑の中にね、私以前いた千葉の、もう私は成田市の中にいたんですけど、成田市って大きいんですけど、その隣にね、多古町っていうのがあるんです。皆さん多古町ね。でここは残念なことに赤字自治体なんですね。赤字というか、まああんまりその儲かってない自治体。そうするとやっぱり成田市からは一緒になるのは嫌だって言われた地区なんですよね。でそこの多古町の検索してみてください。田んぼとか畑、まあ畑ばっかりですけど、中にポツンとワンルーいわゆるマンション、アパートが建ってるんですよ。成田空港の単身者用のね、いっぱい建ってますね。成田空港で働く人関連のね、おそらくそれで行ってみてくださいね。半分も埋まってないわけですよね。ってことはこれ、まあある意味騙されちゃってるわけですよね。農家さんが騙されちゃってるとね。まあひどい話ですけど、まあしょうがないですよね。そういうもんでございます。だから皆さんも本当に気をつけてください。本当に冗談じゃなくね。何度も言いますね、畑の中に木や枝を入れて野菜を育てるっていうのは間違いですね。やってはいけません。自分でね、確かめてもらってもいいですけど、でも無駄です、そんな時間はね。で私は30年こうやってプロでやってるので、こういう人たちに聞いてもらってもいいし、こういうやり方どうですかって即答いたしますね。で私だけじゃないです、皆さん農業 YouTuber でも誰でもいいですけど、あ、この人プロの専業農家だなと思う人にはコメントかなんかで聞いてみてあげてください。こういうやり方ってどうですかってね。なんとか農法ってどうですかでもいいですけど、多分良心的な人であれば即答してくれます。一言です、はい。あ、それダメですって私ははっきり言いますね。ですからぜひね、まあこれで宣伝しちゃうのは大変恐縮ですけどね、無農薬で野菜を作るということに関してですよ、私のやり方がベストとは言いません。ベストに近いやり方だと思いますね。実際それでね、月に10万稼ぎましょうというテーマでね、それを稼げるかどうかはまた別の問題でありますけどね、実際に野菜ができるかできないかって確実にできます。私の野菜やり方やっていただければボコボコできますね。だから余るので、たくさんできて余るから売りましょうって言ってるだけのことなんですよね。 できるかできないかって言ったらできるに決まってるんじゃないですかっていうことなんですよね、うん。今年、去年は120年で一番暑かったですよね、はい。だから私も調子悪かったですけど、それでも売り上げに響くことはありませんね。
あるいは今年もなんかね、春先、今日今キャベツが1個1000円とかですかね、もうちょっとしたらそれは安定してくると思いますけど、それでも今私キャベツ出荷してますよ、普通にお客様にお届けしてますよね。まあ一応プロですんでね。だから別にそれは私がすごいとかじゃなくて、農業の常識っていうのがあるわけですよ皆さんね。それをね、本当にちょっと勉強していただければ分かることなんで、全然ね、なんて言ったらいいんでしょう、本当にね。だからそういうことをさ、俺みたいな弱小チャンネルの人が言ったらしょうがないですよ。だから塚原さんとか言ってチャンネル登録の多い人、ちゃんと影響力のある人ね、本当のことをちゃんと伝えてくださいよって本当に思うんですよね。あまりにひどいなって思いますね。それで中にはね、家庭菜園だったらまあいいですけど、ああもう2、3年でこんなことやってられないっつって辞めるだけじゃないですか。別に辞めたっていいじゃないですか。でも中にはね、古民家を買ってね、裏の畑で2、3単をそういうやり方でやって人生を破綻してしまう人が必ずいるわけですよ。僕はそういう人は何人も見てきてるんですよね。ね、昔々覚えてないけど言われたことがあるんですよね。これはなんかどっかで話してる、動画で話してると思うんですけど、昔ね、千葉でさ、誰かになんか頼まれたのかな、友達のオーガニック農家からそこに研修に来た人がいて、でね、百姓農園さんと、あのさってこういう人がうちに研修に来てんだけど、ちょっとうちじゃもう面倒見きれないから、百姓農園さんなんかちょっとアドバイスしてあげてみたいなね、あったんですよ。で話聞いてみたら、700万ぐらいでもう古民家の家買っちゃってるわけでね。それで自然農でなんか農業やってみようっていうので、で僕たちこうやってね、オーガニックのところに研修に来てんだけど、要するにほらね、家まで買っちゃってるわけだから、もう引きようがないわけ。で私たちこうやってね、その友達も普通に2、3ヘクタールをね、普通にオーガニック栽培やって葉物を売ってるプロの農家なんですよね。でそういうところにさ、自然農でどのごうのとかって話にならないわけでしょ。で私はもう即ね、やめてすぐ、そんな研修なんかしたって意味がないってね。でもう家も買っちゃってるわけだから、動くこともできないでしょってね。で今すぐやめて、旦那さんが奥さんね、夫婦で来てましたけど、どっちかはとりあえずすぐにアルバイトしなって、そうしないともうこれから子供が生まれたりするわけでしょってね。そしたらもう人生が破綻していくよっつってね。でそういうことをね、半日ぐらいかけてコンコンと説教してね、で辞めたのかな。で辞めて、もちろん名前も顔も覚えてなかったんだけど、それから5年か6年経った時にね、僕は全然覚えてなかったけど百姓農園さんって声かけられもらってね、その時に辞めるように説得していただいて、本当に良かったですとね。今はこうやって元気にその古民家で暮らしてますみたいなことを言われたことがあるんですよ。いや良かったと思ってね。もう入り口間違えたらアウトなんですよ。農業ってそんなに甘くないので、ましてや自然農で専業農家になるなんてことはほぼ不可能に近いんですよ。全く不可能とは言いませんよね。それでやってる人もいるんですから。でもそれは普通に農産物を生産を販売して食ってるわけじゃないからね、その辺も間違えてほしくないんだけど、みたいなことですよね。まあですから皆さんね、お気をつけくださいね。本当にそういうものは今はね、こうやって情報が本当にいっぱいあるので、いろんな世界でいろんなものがあるんでしょ、知りませんけど。この間なんか聞いた腕時計を貸し出してどうのこうのとかね。まあいろんなことで結局帰ってこないとかね。腕時計とかほら、ローレックスとかいろいろ高いやつあるんでしょ。なんかフランク・ミューラーとか、俺も全然知りませんし、もうなね、時計なんだ。私は毎年これね、ホームセンターで1000円で売ってるやつですよね。壊れるでしょ。はい、もうすぐに買いに行って、だから私は時計は使い捨てですね。はい、
正直1年か2年で買い替えてると思いますよ。もうそれでいいんです、私は。何のあれもないです。時間さえ見れればそれでいいので。防水とか防水とかなんとか言っちゃってますけど、1年したら必ず壊れますから私はこうやってね、何でもそうです、着てるもの何でも。そろそろなんか靴下穴開いてきたなと思ったらユニクロに行って同じものを買うだけ。全部服、着ているもの何も全部使い捨てですね。何でもそうです。どんどん新しいの買ってどんどん捨てていきますね。消費が回っていいですよね どうということはありません。よいしょ。ですから皆さん本当に気をつけてくださいね。まあ大きなお世話ではありますけどね。よくなさい。今日はもうひたすらね、これだけをやるので、まあ大した意味のないね、これで撮影は終わりますが正しいことは本当に伝わらないですよね。よくわかりませんけどね。家庭菜園なんか本当にね、まあこっちはですけど、無農薬で家庭菜園をやろうとしたら本当に、こう言ってはあれですけど、多分僕のやり方が一番効率的だと思うんですけどね。違いますかね。まあそういう意味でだから皆さんね、私の講座よかったら受けてください。本当にね、自信を持ってお勧めします。で、そのやり方を知るだけでも、非常に効果は高いですよ、皆さん。で、向こう、ね、10年、20年とね、続けていかれるんであれば、そのやり方を知ってるか知ってないかっていうのは大きいですから、その差はね。はい。で、今私はこうやってね、まあ耐熱マルチは大体確立しますけど、オーガニック工期を今一生懸命こうやってね、実験的にやってますけど、実際にオーガニック工期栽培でこうやって作ってね、販売をしてるわけですから、ね、これをもっと極めていこうと思ってますんでね、今年の冬にね、またちょっと増やして、オーガニック工期栽培場所を作ってね、私自身もこうやって栽培して、薪もね、キャベツとか白菜とかブロッコリー作ってますけど、そのほとんどもね、もう不工期栽培で全部作ろうと思ってます。はい。なのでね、それでほぼ確立したら、ね、しっかりと自信を持ってね、もっと細かいノウハウまでね、皆さん方にお伝えできるかなと思います。はい。難しくないです、全然ね。はい。ということでね、まあ、まだまだ私もこれからね、頑張って、その辺は、アップデートしていくつもりでいますのでね、よかったら今後また動画見てやってください。チャンネル登録よろしくお願いいたしますって言うんだね。皆さんよく忘れずに言えるよね。こうやって喋ってるとさ、なんかどうでもよくなるからあれだけど、毎回ね。よいしょ。さあね、5月の終わりということで、もう皆さんもね、どうですか、夏野菜大体植え終わりましたかね。さあこれからね、6月に入ってきてね、秋冬の準備に取り掛かります。そろそろ秋冬の一発目のキャベツとか私もね、巻こうかなと。できるかどうか知りませんけど、という感じになってきておりますが、さあ皆さんも頑張りましょうね。でも今日もそうですけど、あんまり暑くないね。本当に暑い夏が来る。